神様は乗り越えられない試練しか与えないということなんですけども、これはねすごくうまいこと言うなと思うんですけども、私はこれを全然当てにしてなくって、そもそも神様はいちいち試練なんて与えるほど人間一人一人のことね、いちいち見てないかなと思いますし、その人がねそれを神様からもらったものとか、これは試練だって勝手に解釈してるだけで、神様は何かを私たちに与えてるわけでもないですし、それからね試練を設定してわざわざ我々のところに与えてるわけではないのかなと思うんですよね。で、神様ってのは結局聖書に約束されているように私たちの暮らしに関わらないって言ってるんですよ。あのアルマゲドンまでは全く関わらないから勝手にやれっていうことなんですよね。で、関わってくるのはサタンらしいんですよね。サタンが悪魔が神様のふりをして私たちに関わってくるんで、用心しなさいっていうふうに聖書には書いてあるんですよね。それで神様は乗り越えられない試練は私たちに与えないって言うけど、結局試練を乗り越えない人って山ほど出てるんで、乗り越えられてないじゃんっていうことにもなるんですよね。まああのこういうね一つ一つの美しい名言の揚げ足を取るわけではないんですけども、まあ揚げ足を取ってるんですけども、だからこういうふうな工夫をするとか起点を聞かせるっていうのは非常にね大事なことだと思うんですよ。言われたことを鵜呑みにするっていうのはある意味ね正しいんですよね。言われたことを素直にやるって。でもほとんどの方は素直に聞いちゃダメなことを素直に聞いて、疑うべきことを全く疑わないということになってるんだと思うんですよ。で、これをね、もうちょっと言い方変えると、信じちゃいけないものを信じて、信じるべきなものを詐欺だというふうに判断するからうまくいってないんですよね。まあ、ですんで、これからですね自分の最高の決断ってものを疑ってみることが求められているのかなと思いますし、これはないだろうと思うものの中に実は正解があるというかね、まとめるとですね、自分の選ばなかったものの中に正解があるから今こんな羽目になってるんじゃないですかというふうなね、締めになるんですけどね、億万長者合宿の、ね、動画をご覧の皆様、本当にね自分の頭で考えて誰かが言ったことをそのまんまなるほどなっていうふうに取るんじゃなくて、違う解釈もあるんじゃないかなっていうふうに考える、この思考のねトレーニングっていうのが求められてるんじゃないかなと思いますけども、皆さんいかがでしょうか。それでは失礼します。